わー、やわらかっ。こういっちゃう？でけす。はい、では皆さん笑ってください。おはようございます。おはようございました。めっちゃ寝た。本当？爆睡ですか？爆睡。ご視聴いただきありがとうございます。タイガーラーメン研究所、略してタケンです。ご当地ラーメン、ご当地グルメ、食べ歩きの旅をしております。夢は素敵な街を収めた YouTube の収益で子供たちのための愛と笑いの振る舞いラーメンイベントを全国で開催することです。ぜひお力添えよろしくお願いいたします。今回は千葉県木更津出身、地元の方おすすめ旅プランです。今10時ですけど、かなりの方が並んでらっしゃいました。ね、すごいね。行ってみましょう。いいんだろうか、こんなの食べて。ありがたいよね。やわらけ。いただきます。チャーシューマジ最高。やっぱりね、麺量マジ良かったね。でさ、あのチャーシューやばいね。やばいよね。あのチャーシューにつけたなんだ、醤油、醤油誰で割った、うん、お湯で割った感じだね。でもね、うん、全然わかんないよ。うん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 、何が何だかわかんない。うまい、うまいよね。うまい。あっさりしてるんだけど、やっぱり醤油の、いや、やっぱ醤油がね、霧がね、うんうん、あってね、うまいのよ。うまいよね。そうでした。おいしいラーメンを食べた後、ご機嫌でおすすめスポット富津岬から袖ヶ浦公園へ。あ、何これ。すごい。やばいね、これ。なんじゃこれ。逆たぶりの連絡をした。勇気を出して君を誘い込んだ。マニュアル通りの行けたら行くね。そういう時はもう耐えてこない。ファイナルアンサー、それでいいの。ネクストシーズン、時は過ぎてく。カメがいる。カメね。カメいる。木更津といえば穴子天丼。おすすめのお店はこちらです。すごいな。これだ。やばい。あ、
70ランチスペシャル、うん、これよし、2つ。うわぁ怖いよ。いらっしゃいませ。うわぁふわふわですよ。食べほら、おいしい。これもおいしいです。おいしいでしょうね、もう。こうじゃん、こう。おいしいでしょうね。いや、絶対うまい。あー、やばい。いや、教えていただいてよかったな。最高だったね。最高だった。アナゴをね、うん、あんなにゴージャスに食べたことないわけ。ない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 。天ぷらじゃなくても。煮アナゴ。煮アナゴってあんま食べたことないもんね。食べたことない。ふわっとするんだね。ふわっふわよ。鹿児島県民の私にとってあまり馴染みのないアナゴはふんわりさっぱり、こんなに美味しいんだの感動の味。ご機嫌で近隣探索。ジタバタするなよの方でしょ。60メートル左方向です。え？左これ。おたぬきのこれ。あ、これか。着きました。着きました。この信号を左です。バーベン。バーベン。どうも。あ、注文したら作っていただいた感じ。あらし。ございました。やったー。ありがとうございました。いらっしゃいませ。めっちゃいい匂いがする。本当？本当。絶対食べたかったバーベンでお花見。幸せー。10メートルで目的地周辺です。あー。うわ、綺麗だね。綺麗だね。やば。からじゃ。いっちゃう？イエス。うまっ。うまい？めちゃくちゃうまい。米うめっ。最高だね。やわらかっ。うん。やわらかい。米でしょ、これ。米か。マジか。
肉からの米最高、イエーイ。本日は道の駅うまくたの里で車中泊。楽しい時間はあっという間、美味しい食べ物と素敵な景色、千葉県最高じゃー。あ、見た、分かんなくなるでしょ。ここまでの車両時間は41分です。運転お疲れ様でした。次回はアイドリング時間に注意しましょう。いいのね、長くね。お疲れ様でした。じゃあ、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。寒いね。寒い。風が強いね。昨日まで暖かかったんだけどね。めちゃくちゃ暖かかった。夜まではね。急に。おナッツアイスを食べに行きましょう。おナッツアイス。やっぱ、あの、このうまくたの里に来たら、食べないといけない。落花生ガチャ、すげえ。どう、どうだろう。え、ちょっと待って、そんなこと言われたらできないじゃない。ちょっと待って、バン4頭、はい、一番下でした。アイスクリームを買いましょう。塗ってからトースト。じゃあピーナッツ1つ。はい、はい、いただきます。もっ、おナッツミルクとナッツの融合、うんうん、めちゃくちゃうまい。これ食べた方がいいと思う。そこだったらね、なんとか東さんね、そのまま東、そのまま東さん、ここかな。クイクイクワクワ揺れてる。何が、車が、クイマが、何だってクイマがな、クイマがな、ゴイゴイクワクワ揺れちょっち。あわかる。わ、こんな感じなんだね。ここが海ごとか。うわ、なんかすごい、すごいね、こんなことは思わなかったな。すごい、これは来なきゃいけないや。うわー、やばいね。船みたいなね。動かない。すげえ、たくさん来る車が。おお、宮城県で出会った横浜の方にライブ配信でおすすめいただいたレトロな喫茶店へ。楽しみです。案内を終了します。ここまでの所要時間は15分。素敵なとこだね。うん、ここ行ってみましょう。ランチ、うん、これやりますか。じゃあ私このポラタにしようか。うん、いいね。ナポリタン、すっごいいい匂いする。やばいっしょ。お肉と濃茶でけす。はい、おいしい。
方には粉チーズですよね。うわっ、何って言ってるの。わー、なんでナポリタンとこんな麺なのな。これなわけや。あ、うまね、あれオムライスもあったんだね。オムライスもあったんだ。あれ俺セットメニュー、ランチメニューしかないのかと思った。うん、揺れはよかったね。しまった、オムライスも食べてみたかったな。わあ。こっちから行く。うん、プレッツェルが美味しそう。いい街だね、南大田駅。うん、チェーン急行だったよ。最後までご視聴いただきありがとうございます。悩める50歳女、夢に向かって頑張ってまいります。ぜひチャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いいたします。